アニース・ダネート・パーカーはアメリカ合衆国の政治家、第61代ヒューストン市長を務めた。同性愛者であることをカミングアウトしており、ヒューストンで初めての同性愛者の女性市長として知られる。1956年5月17日にテキサス州ヒューストンの近郊で誕生し、そこで子供時代を過ごした。1971年に 石十字で働いていた父親の転勤に伴ってドイツに移住し、マンハイムで2年間を過ごす。彼女はライス大学に学び、1978年に卒業した。その後20年以上にわたり石油、ガス企業で働く。1997年以来ヒューストンの市議会議員で、1999年と2001年に再選されている。 2003年から市の会計検査官を務め、このポストについても二度再任されている。2009年11月の市長選挙で最多の得票数を獲得したが、過半数に到達することができなかった。12月に決選投票が行われ、53%の得票を得て対立候補のジーンロックに勝利した。2010年1月にビル・ホワイトの公認として市長に、 就任し、2011年と2013年の市長選挙で再選された、ヒューストンホロコースト博物館とヒューストン動物園の運営委員を兼務した。1990年以降パーカーは、パートナーのキャシー・ハバートと二人の養子と生活を共にしていることを公表している。ありがとうございます。